こんにちは。ご視聴ありがとうございます。ただいま北海道恵庭市札幌ビール庭園駅にやってきました。こちら駅前ですね。特に店とかはありません。札幌ビール工場があるらしいんですが、ちょっと場所わかりませんね。駅前にはこんな屋上みたいな感じですね。そして札幌ビール工場ですね、看板がありました。これをまっすぐ行くみたいですね。まあ、今回行きませんけどね。反対を見ますと、こちら特急列車がただいま通過しています。キハ261系ですね。十勝号ですかね、4両編成だったので。2017年から JR 東日本伊豆急行が運行します団体臨時列車ザ・ロイヤルエクスプレス、そちらの車両が北海道に来ているということなので、今回撮影していこうかなと思ってこちらの札幌ビル庭園やってきました。もともと特急リゾート踊り子号で活躍していました2100系ご自社ですね、こちらを改造しまして豪華団体臨時列車にしてるわけなんですが、今回北海道に来てるんですよね。まあ、通常であれば横浜から伊豆急下田、まあ、そういう運転区間で運用されていますが、乗車するのにかなりお金がかかります。今回乗れないので、こちら札幌ビール庭園ですね、こちらで撮影していきたいと思います。それではよろしくお願いします。ロイヤルエクスプレスですね。伊豆高原の駅に止まってるのは見たことがあるんですが、東海道本線とか伊東線、伊豆急行線内で走ってる姿は見たことありません。その車両をこちらの千歳線で見る、なんかちょっと不思議な光景ですね。ただいまホームの中に入ってきました。本日ロイヤルエクスプレス行程は札幌を11時に出発、千歳線から石勝線、そして根室本線の池田でお客さんを降ろし釧路まで向かうという行程ですね。札幌を11時に出発しましたロイヤルエクスプレス、こちら札幌ビール庭園には11時39分頃到着します。約3分間こちら札幌ビール庭園で泊まりますが、後続の列車の通過待ちなんですよね。ということで反対側の1番線に行ってみたいと思います。今回ロイヤルエクスプレスを牽引します、デイイー15型10連が見えました。そしてこちらがマニ50です。そしてこの後にロイヤルエクスプレスですね。車両によってゴールド客室、プラチナ客室と分かれてるみたいですが、今回車内の様子は伺えませんでした。先頭8号車がプラチナクラス用客室、6号車がプラチナクラス用食堂車、5号車もプラチナクラス用食堂車ですね。4号車がキッチンカーと分かれていますが、北海道の運転の際にはどう分かれてるかよく分かりません。ただいま列車入ってきました。こちらホームからはみ出て止まっています。ザ・ロイヤルエクスプレス、すごい車両ですね。もともと8両編成でありますが、1号車の隣がちょっと映像が切れてしまったのですが、1号車の隣が4号車となっています。横浜伊豆急下田間で運行される場合は8両編成ですが、こちら北海道で運行される場合は2号車3号車7号車を除きました5両で運行されるわけですね。団体臨時列車として運行されていますが、完全なツアーです。募集定員が30名ということですね。車体にはロイヤルをイメージさせるロイヤルブルー色が採用されています。そしてアクセントには金色が入ってますね。とても豪華な感じだな、まあ、そういう車両です。そしてこちらの8号車こう横の窓を見ますと、過去の2100系アルファリゾートを思い出しました。そしてこちら白い車両とロイヤルエクスプレス連結されていますが、こちらの車両はマニ電源車ですね。こちらのマニ、もともと JR 東日本のジョイフルトレイン U のマニを改造したものです。そしてこちらが牽引機 DE15 の10連ですね。千歳線は電化されていますが、この先は非電化の区間です。ということでこちらのディーゼル機関車が牽引するわけですね。もともと2100系ロイヤルエクスプレスは直流しか走れません。北海道は交流なのでどっちにしても走れないですね。
こちらのディーゼル機関車、旭川の所属になっています。運転手の方も JR 貨物が担当してるらしいんですよね。それと先ほどちょっと言い忘れましたが、電源車マニですね、こちらの白い車両なんですが、もともとジョイフルトレイン U の付属車の電源車です。リゾート U は廃車となりましたが、その際に廃車となる予定だったんですが、一度長野の方まで送られていますが、この北海道でロイヤルエクスプレスを走らせるために急遽長野から引き戻されまして、こちらに転用されたわけですよね。まあ通称ユーマニなんて言われてましたね。ということで、こちら札幌ビール庭園の駅を出発していきました。ロイヤルエクスプレスが出発しまして、数分後に特急スズラン号通過していきました。この先南千歳からロイヤルエクスプレスは石勝線方面に向かいます。特急スズラン号は室蘭本線で室蘭の方向かいますが、もうこの先すぐ先が南千歳です。分岐してしまうので、あとすぐ追っかけても、抜かれないということですね。はい、ということでこちら札幌ビール庭園の駅でロイヤルエクスプレス見てきました。ちょっと値段が高すぎて乗ることはできませんが、見れてよかったです。かなり豪華な車両ですね。ということで、こちらの動画、これで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。そして、チャンネル登録もよろしくお願いします。